はい。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーとミキサーのキャンです。よろしくお願いします。お願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。というわけで、収録上では、今日が7月28日。はい。で、今台風接近してますね。そうですね。ちょっと行き先が心配ですね。心配ですね。私もちょっと仕事に影響があるので、なんともって感じなんですけど。ここ数日、実は予報どんどん変わってるんですけど。はいはいはい。全部沖縄本島ど真ん中なんです。勘弁してくださいな、みたいな。変わるのはいつ来るのかだけが変わってます。ああ、曜日ってことね。曜日と、まあまあまあ、まあ。勘弁して。勘弁してください。本当来るのはもう確実みたいな感じの予報になってますけど。いや、いや。本当ですよ、もう。もう勘弁してって感じだね。はい。皆様、早めの台風対策をよろしくお願いします。では、番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、kimagure.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのコメントはどんどん拾っていきます。Twitter では、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。ということで、早速、ツイキャスの方が来てますので、紹介したいと思います。沖縄大好きさん、こんばんサッチーと来てますね。こんばんサッチー。カープボイさん、サッチーさん、キャンさん、こんばん、こんにちは。こんにちは。稽古20日までお願いしてます。何の稽古？三振の稽古かな？ですかね。ヤンポーさん、サッチー、キャンチー、こんばんはと来ております。こんばんは。では、早速、一曲いきたいと思います。お願いします。今週おかけする曲は夜遊びでアドベンチャーです。どうぞ。じゃあ旦那の使ってるんで携帯いろいろラインが流れてくるんですよ。携帯どうしたんですか？携帯ちょっと Wi-Fi しか使えなくて今。あ、家に置いてきました。で、旦那にお願いしてちょっと貸してって言って、代わりになんでいろいろ設定するのか今日朝から設定してたんですよ。はい。まあ大変大変。使い慣れてたもの以外使うと結構大変ですからね。そう、うん、わけわかめって感じ。なんかツイッターも X に変わってるじゃないですか今。はい、なんではぁみたいな。なんですよ。今日珍しく DM が2通来てるので DM から紹介しようかな。機種変自分でやってる。あ、機種変、まあまあまあ私も設定は自分でやりますね。設定はもう旦那のも私のも私がやります。機種変したときデータ移行は僕はよく店員さんに
そんなことまで知ってるんですかって言われます。あ店員さんが知らないところまで使いこなしちゃう。わお。そう、ツイッター X に変わってるんだよ、ヤンポーさん。でもあの表示上は今は変わってない感じかな、うん、あんまりこのツイッターを使ってないので、うんうんうん、何がどうかよく分かってないんですけど、なんか新しくできたやつ私ほぼほぼ動かしてないっていう。あ、本当 X になってる。そう、 X になってるんですよ。アプリがもうすごい早い。あの人本当に X 好きっすね。なんかあれっすよね、なんだったっけ、なんか変わるのはいいけど、うん、スーパーアプリにするとかなんとかで。はい、ではまもなく曲が終わります。はい、お聞きいただいたのは YOASOBI でアドベンチャーでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。今週のテーマは好きな味噌料理です。というのも7月30日が味噌の日らしくって、はい、それでちょっと味噌料理を皆さんにいろいろお聞きしようかと思ってこのテーマにしました。で、DM が来てますので DM の方から早速紹介したいと思います。お願いします。ヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ好きな味噌料理、サッチーキャンチーこんばんは。こんばんは。好きな味噌料理、料理に入るかわからないけど、アンダンスーです。ああ、うちのアンチなら誰でも知ってるご飯のお供ですよね。おにぎりにもできるし、ちなみに僕は三枚肉派です。キャンチは無理でしたよね。うーん。そっか。もともとない好物です。あららら。サッチーは三枚肉のアンダンスーは好きですか？では失礼します。来ております。私アンダンスーは三枚肉でもできるし、はい、あのツナ缶を使ってやるのもできるんですよ、はい、なのでどっちが好きかっていうと三枚肉かな。うん、どっちも食べたことないんですよね。ああ、そう。実はお味噌があんまり好きじゃなくて、あれ苦手なものだったので。ああ、まあ大人なんてそんなことはないんですけど、はいはいはい、まあ、まだ食べてないうちに食べきれなくなったと。ああ、なるほど。残念残念。キャスの方で、カープボーイさん味噌ラーメンと来てますね。味噌ラーメン美味しいですよね。美味しいですよね。DM に戻りたいと思います。京都生まれのまっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。好きな味噌料理はナスの味噌田楽です。夏場は山椒味噌を冷ややっこにのせて食べます。京都の実家の味で庭に山椒の木やみょうがが、栽培されているそうですよ。すごいですね。いいですね。いろいろ、まあ夏場だと冷ややっこに乗せたり、まあ、できますからね。では、あれ？これじゃない。メールの方も来ておりますので、メールの方を紹介したいと思います。お願いします。チェッカーズ無双さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャン君、こんばんは。こんばんは。私の大好きな、味噌汁ですねって来てますね。かつお節で出汁取ってナーベーラーとポークを、短冊切りにして、卵を
丸ままドボンとするやつ、あれに勝てる味噌汁はあるってぐらい最強だと思ってる。この子供たちは、えのきたっぷりの味噌汁が好きだけどね、味噌汁は単に簡単に作れるからいいよね。味噌玉に好きな、具材入れてお湯に溶かして入れるだけでもできるもんって来てますね。栄養たっぷりと来ております。まあ、確かに味噌は味噌汁にも使えますからね。僕も実は味噌汁が一番好きなんですよ。はいはいはい。だから毎日飲んでます。あ、味噌汁は栄養価が高いって言いますからね。やっこ、冷ややっこを入れて、はいはい、食べるのが一番好きですね。あ、いいですね。私好きな料理、まあ、最初味噌料理って思いついたのがサバの味噌煮かなと思ったんですけど、はい、よくよく考えて私最近作ったのがナウエラのおつゆがものすごく食べたくて。あ、美味しい、絶対美味しい。美味しいんですよ、はい、で自分で作ったんですけど、作ってツイッターにあげたらなんと、まあ桁違いにいいねが来まして、おー、びっくり仰天ですよ。でお母さんの味に近づけたかなと思いつつ、はい、やってたんですけど、旦那はなんか普通な顔して食べてたんで美味しいのか美味しくないのか言ってくれって思ったんですけど、私が反応してくれと思ったんですけど、はい、あんまり反応が、もうちょっと味濃い方が良かったかなみたいな感じで言ってたんで、もうちょっと調整しながら作ってみようかなと思ってますね。ではメールの方に戻りたいと思います。お願いします。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。好きな味噌料理、ちょっと変化球かもしれませんが味噌ラーメンですね。バラと来ております。おうおう。特にバターが入った味噌ラーメンは味噌のコク、味噌のコクにバターのコクが、加わってもう最高ですと来ております。まあ私味噌ラーメンそこまで好きではないんですよ、うん、醤油派なので。お、醤油いいですよね。醤油がいいんですよね。僕豚骨派だったんですけどね豚骨美味しかったな過去の話、過去の話過去の話、過去の話。毎つメールが来てますので紹介したいと思います。お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、好きな味噌料理。味噌料理、ふむふむ。今僕がパッと浮かんだのであげると、味噌汁や味噌ラーメン、あと個人的には沖縄の、味噌おにぎり、ポーク卵おにぎりと一緒に入っていることがあるのですが、ご飯と合うのでこれが、美味しいですと来ております。うん、確かにポーク卵おにぎりにも油味噌入ってるのありますからね。ありますよね。今いろいろあるので、あとポーク卵おにぎりも食べれないね、なんか食べれないのが多いですね今日しかも美味しいの知ってるそう、なんかね、ね、いろ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 あるので味噌料理自体があんまりなんですよね。まあ一応昔はですよ、本当に小学生とかの時は苦手だったんですよ、うん、はいはいはい。おにぎりの具に味噌入ってたらあーってなるぐらい。ああ、梅干し派だったんで。ああ、なるほどなるほど、はい。人によってはそのまま味噌のっけてご飯食べる人いるじゃないですか。いますいます。それが一切できなくて。ああ、なるほど。でも味噌汁はずっと昔から大好きなんです。ああ、だから結局同じお味噌だってことで、はいはい、だん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 慣れてきました。なるほどね、そういうことか。味の濃いさが苦手だったと思います。ああ、まあ僕めちゃくちゃ舌が敏感だったんで、はい、サラダもドレッシングだし、え、刺身とかもう全部醤油なしで、え、もう
20後半ぐらいまでずっとその状態だったんで。わお、すご。逆に味薄い方が良かったってこと？薄味大好きでしたね。てか薄味の中に、薄味って皆さん言うんですけど全然味あるんですよ、はい、あ、まあ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 、ものによってはもう食材の甘さだったりとか、はいはいはい、このいろんな複雑な特に繊細な味とかを全部読み取ってたんで、はいはいはい、なるほどなるほど。私結構あれだな、昔はちょっとなんだろう、ちょっと味クーター派だったんですけど、はい、まあ年を取るにつれて薄味になってきました。あ、そうなんですね。逆に逆にっていうのも、ヘルパーの仕事をしてると、はい、どうしても利用者さんの味に合わさなきゃいけないので、私が味濃いく作っちゃうと利用者さんの血圧が上がったりとか、うん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 、そういう関連もあるので、なのでちょっと薄味薄味って言ってるうちに私自身が薄味になってきたっていう。おー、いいことですね。そうそうなんですよ。でちょっと私のアカウントを使ってる、陸海空さんから来ております。はい、僕は宜野湾にあるラーメン屋で味噌ラーメン作っていたと来ておりますね。あ、そう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 、そうなんですよ。言ってましたもんね。そうそうそう、宜野湾のユニオン伊佐店かな、はい、あっちの方の近くのラーメン屋さんで働いてたので、おー、何度か2回ぐらいだったかな、私も食べに行ったんですよ一緒に、はい、で私はもうずっと醤油で旦那たまに味噌ラーメンとか食べたりしてますね。ボリュームがあって結構美味しいんですよ。いいなぁ大好きなんだけどなぁあ、じゃああれです、餃子とかもあんまりで、あんまりってこと？そうですね、餃子も鶏餃子もう鶏だけって分かってるなら食べれるんですけど、はいはいはい、ちゃんと混ざってないかとかって確認するのも面倒なので、あ、ここ数年食べてないですね。なるほど。豚料理食べれないのもちょっと大変。もうあと2年ぐらいしたら多分10年ぐらいです。わお、やば。まあさすがに8年とかこんな生活してると慣れていきますけど、まあまあまあ慣れますね。美味しいのも知ってるし、はいはいはい、大好物もあったんで、はい、時折食べたくなりますねですよね、はい、ちょっと食べるのもいいんじゃないですか。あ、でも一回呼吸困難起こしてるんで。ああ、じゃあ無理だ、はい、じゃあ無理だ。命の保証ないよって言われてます。ああ、じゃあ食べない方がいい、はい、この時間帯でちょっと告知をしましょうかね。お、珍しいですね。はい、ちょっと訳ありまして、8月から、収録の曜日が変わります。はい、今まで、金曜日の18時頃からの収録だったんですが、はい、来月の7日から、はい、7日からです。7日から、毎週月曜日の18時頃の収録に変更になります。はい、すいません、これはですね、なんと僕がですね月曜日の担当に入ることになったので、はい、ちょっと金曜日しばらくお休みしようということで。なるほど。はい、サッチーさんと相談した結果、そうです、その月曜日で収録しましょうと、はい、いうことになりましたので、皆様ぜひ、8月7日から7日から月曜日の18時、オンエアは日曜日の8時半、20時半で変わらないので、はい、まあ、その代わりちょっとリスナーさんには、予告というかテーマの発表の翌日が収録日になるので、はい、ちょっと大変かと思いますが、そうですね、もうすぐ後ってことになる、すぐ後になるんですよちょっと大変かもしれませんが、はい、ご協力の方お願いします。よろしくお願いします。そんなもんかな、予告は。あとは大丈夫かな。てっきり僕は例のライブの告知の方もあるのかなと思ってました。例のライブ、はい、あ、リオッチさんの、はい、あ、しようかな。そうですよね、せっかくなのでちょっと友達の告知もしようと思います。来月のちょっと1ヶ月前になるのかな、収録の時点では。そうですね、8月の26日の
土曜日に、どこだったかな、場所。確か、浦添って聞いてたけど、浦添のライブハウスで、はい、リオチさんのバンドが、ライブをがあるということなので、皆様、足をお運びになると、リオチさんも喜ぶと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。でも私、行けるかな行けるかな9本前でもあるんですよ。ああ、忙しい時期ですね。考えたら、あ、9本が、そういえば月曜日だと思って。あ、月火水なんで。月火水ですか、今回。そうなんですよ。全部出勤やねそう、私も多分全部出勤ですよ。多分で。あの、お盆に家にいない長男で。すいません。私、もう、あれですね。一応、今、お仏壇が、与那原に持ってきたんで楽なんですけど、はい、沖縄市の実家にあるときは、与那原と、はい、沖縄市を、この3日間往復してました。あー、大変ですね。そう。お盆ってもう、一人っ子なんで、はい、なおさら人に頼めないので、お仏壇ごとは。なので、ちょっともう一人で、仕事の合間を縫って沖縄市に行ってっていうのを繰り返してましたね、うん、数年は。でもその代わりあれですよ、あの道ジュネ、はい、をちょっと楽しみながら私は実家に帰るっていうのがあったので、まあ、ある意味楽しみですからね。楽しみですね。ワクワクし、はい、どっか青年会やってないかなみたいな感じで。いやー、いいですよね。そうなんですよ。まあ、エイサーの練習とかをよく夜見回りしてる時に見るんですけど、はい、まあ頑張れよと思いながら周りに集まってくる子供たちをはいはい帰りなさいって追い返したりとかして、あもう夜遅いからね、確かにね、エイサー本番で見なさい練習だよこれは、確かに確かにそれは言えてる。でも夜回りも大変じゃないですか。いや、昔に比べたら全然、なんなら最近の子たちあんまり噛みついてこないのでちょっと物足りないなーなんて思ったりしますよ。あ、そうなんですか。はい、素直な子が多いです。へえ、なんか、あ、はい、あ、すいません、いや今から帰りますとだからたまに、あ、関係ねえよとかって言ってくる時は、おおおお、言うだ言うだよ。おい、久しぶりじゃん。なるほどね。はい、そろそろ来週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。来週のテーマは、祭りです。8月に入ったので、はい、いろいろお祭りごとが結構増えて、まいたので、はい、このテーマにしました。いやー、楽しみですね。楽しみですね。いろんな祭りありますからね。ありますね。お祭りで DJ したい。ぜひお声掛けください。よろしく、うん、みたいな、はい、ツイキャスの方で武蔵さん来ております。はい、ありがとうございます。サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。しょい、あ、しょい、ラジオ収録生配信お疲れ様ですと来ております。武蔵さん、私のたまにっていうか最近あんまりできてないんですけど、はい、個人的な配信にも来てくださいますね。おお、あ、そうなんですね。はい、沖縄大好きさんもたまに来ますよ。おお、ありがとうございます。で、ちょっとなんだっけ、 DM でちょっと後でやり取りしなきゃいけないことが沖縄大好きさんとはありますので、はい、後でやり取りしようかな、うん、家に帰ったぐらいからそうだな、まあ、もうお盆時期だし、私もうあれですね、そろそろお中元を探しに行かなきゃと。ああ、なるほど。僕は庭の掃除をしなきゃと。ああ、まあ今雑草がすごいんですわ。あ、雨季の後なので。ああ、確かに伸び放題。はい、大変だそしてここ数年、はい、謎のつる植物が生えてるので、え、まあ大変なんですよ。なるほど。立っても立っても増えるんです。あはなるほど、そうなんです。確かに。除草剤撒いても消えないんです。強力本当にもう生命力強くて、一回もう真っさらにするぐらい全部抜いたんですけど、はい、また生えてます。あら、
大変。わお。憎たらしや。雑草。ということで、残り1分です。はい。まあ、来週の祭り、まあ、そうだな、来週に。といっても、2週撮りなので、はい。まだまだメッセージを募集しております。はい。では、また来週。お相手はサッチーと、ニキさんのキャンでしょう。じゃあねー。じゃあねー。何が何だかよく分からんという祭りといえばあれだな。祭りといえば僕はお祭り男でしたからね。あ、そうなんですか。そういうけどちょっとエピソードトークで話せればいいですね。もうなんせ私のこれ一前自分で使ってた携帯なんですよ。2年か3年ぐらい前に。あ、そうなんですね。それを旦那に渡して。だから全然設定とかもいじれるわけ。そうそうそう、いじれるんです、全然。いじり放題やってますみたいな。なんかクーラー効いてる感じしないですか。しないですね、やっぱり。あ、でも冷房になってるけど。25度でも冷えるけどな、普通ですよね、うん、じゃあ23にまずしといてみましょうね。 OK です。でもし寒くなったら変えてください。了解っす。一回切ります。皆さんありがとうございます。また後で後ですぐ再開します。すぐ再開しますけどね。